そろそろ日も沈むんで、薄暗くなってきました。完全に暗くなる前に、ガソリンを補充していてしておいた方が何かと便利ですので、まず暗くなる前にガソリンを補充します。入れます。まずフィラーキャップを外します。そしてファンネルを入れます。まあ QL327 に比べて L327 の方は、ファンネルが当たる部分がこういうふうに切りかけてます。わかりますか、お分かりでしょうか。ここは切りかけてます。ですからファンネルを入れるのも入れやすいですね。ガソリンをこぼさないように給油します。かけるガソリンをこぼさないように、そしてキャップを、QL327 と違って、鉛のパッキンがついてますので、電池でしっかりとリークしないようにしっかりと締めます。締めたら上のキャップが緩んでいることを確認して、ポンプを当て、エアを取り込んでタンク内を加圧します。L327 も QL327 と同じように私は50回ほどポンピングします。50回ほどポンピングしたら一旦バルブを閉めます。そして QL327 と同じようにリークしてないかどうかチェックします。大丈夫ですね、リークはしてません。はい、だいぶ薄暗くなってきましたので、暗くならないうちに点火作業を行います。点火の仕方は、QL327 と同じです。この999のジェネレーターの下から私は炙ります。まあ、今日は気温低いですからね、ちょっと長めに炙ります。見えますでしょうか。まあ、ある程度温まったかなと思ったら、QL327 と同じように一瞬だけバルブを開きます。そうすると温まっていればこのように炎が白く、マントルが白く輝き出します。こうなればもうライターを消しても構いません。そしてバルブを開いてやります。完全に開いてやります。完全に開くといってももう止まるまで開くわけではなく、このバルブというのは閉じるか開くかどちらかですので、ちょっと4分の1か、まあ、2分の1でも開けば十分でしょうか。そこで、炎を安定させるためにタンク内の加圧をしてあげます。はい、これで安定して、白くマントルが輝き出しました。これで点火の終了。点火は終了になります。それではすっかり夜も更けてまいりました。そろそろお別れの時間です。それではまた次回お会いしましょう。おやすみなさい。